はい、どうも皆さんこんにちは、ラオ先生です。さあ、今回は先生の本音でバズっているヤンバルゼミさんのヤンバル先生にお越しいただきました。よろしくお願いします。はい、お願いします。はい、ヤンバルゼミのヤンバルです。まあ、バル先生とか言いやすいかなと思うので、はいはい、バル先生でよろしくお願いします。はい、お願いいたします。で、実はバル先生って学校の先生のご経験があるっていうことで、はい、学校の先生大体何年ぐらい？あ、そうですね、学校の先生は5年間勤めました。はいはい、中学校で5年間ですね。そうなんですね。主にメインで見ていたのは何年生？中学校3年生の担任が3回、で中2が担任が2回。あ、じゃあ進路指導ガッツガツにやってた。そうですね。そう、中2やりながらも中3の授業を持ってる人なんで、はい、中3が多かったと思います。あ、そうなんですね。はい、ってことは中3ってなると多分内申点が結構なんかうわ悪い内申点つかないようにみたいな、みんなちょっと思ってると思うんですよ。というわけで今回はそんな学校の先生とのコラボですね。今回の企画は何ですか、ガミさん。今回の企画、学校の先生直伝内申が一番上がる方法。なるほど、力になるかな。もう、まあ、今までね、その学校の先生、特に中学校3年生多く見てたっていうことで、はい、まあ、そこでちょっと結構協力してほしいなっていう部分がたくさんあるので、はい、撮っていこうと思うんですが、はい、今回ちょっと具体的に聞いていきたい内容なんですけども、内申の付け方とですね、みんなが意外とここ内申に響いてるよっていうところ、みんな意外と気にしてないポイントだったりとか、内申3つけるのか4なのか4なのか5なのかみたいな、微妙な位置ってどうやって決めてんのっていうところをちょっと詳しく聞いていければなと思います。はいはいはい、なんか実は2年ぐらい前からちょっと評価変わったんですよね。はいはいはい、今はちょっと現役で私塾の先生やってる中で内申見るときがあるんですけど、はい、まあ、大きく54321っていう点数、これはみんな気になるかな。はい、でその点数っていうのは総合評価であって、その内訳として3項目分かれてる。主体的に取り組む態度、思考判断技能で知識理解みたいな、こう3項目があって、それぞれでそこで評価がついて総合評価3とか4とか5とかいう風に決まるみたいな感じで生徒からは聞いてますね。はい、はい、というわけで実際に内申点の中身についてやっていきましょう。まずはバル先生、まず学校の先生何年ぐらいやってて何回担任持ったかっていうところちょっと改めてお願いします。はい、5回担任を持っていて、中学校3年生の担任が3回、2年生が2回ですね。あれですね、進路指導とかもやってたような感じですね。そうですね、結構進路ばっかやってましたね。ちなみに中3生と中2のところで内申の付け方は微妙に違ったりしますか？そうですね、正直中3の担任になったらやっぱより平等につけなきゃいけないっていう感覚になりますし、はいはい、なのでより細かくつけるようには、はいはい、どの先生ももう必然的になっちゃうと思います。あ、そうなんです、はい、ちょっとこれ実は聞いた情報がちょろっとあって、はい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 、中学校2年生の内申はなんか中3頑張れよっていう、こうお尻叩きの側面もあるみたいな、だからちょっと厳しめにつける先生もいるみたいなのは聞いたことあるんですけど、はい、その辺実態どうなんですか？そうですね、これマッチでその先生によるとしか言いようがないんですけど、確かに本人たちの成長を考えて収入はつける場合もあると思います。あ、そうなんですね、はい、特にそこがちょっとっていうところがそうですよね、はいはい、でも中3はやっぱりそれはやりにくいですよね、フェアにつける必要があるってことで。さらにちょっと詳しく聞いていきたいなと思うんですけど、まず授業態度の評価の付け方なんですけど、はい、ここちょっと教えてもらってもいいですか？はい、授業態度ですよね、これは先生によるし、はい、学校や地域によるんですが、はい、まあ、一般的にあるのは授業態度は挙手の回数とかを記録する人も多いですし、はいはい、理科とかだったら僕、私理科なんですけども、はいはい、どういうふうに実験に取り組んでいるのかっていう部分も、反映されますし、はい、あとは、まあ、授業態度なんでたまに出されるプリントみたいのがあるじゃないですか、はい、小テストとか、なんか考察プリントみたいな、はい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 、あれも細かく中3だったらやっぱ得点つけてるんで、はい、あ、そうなんだ、はい、あんまり学校の成績入んないよとか結構言われたりしますけど、はい、実際入ってたりとかってするんですか？いや、しますねするんだ、そう、はい、細かいプリントって分かります？なんかイメージ僕がイメージしているのは理科であればまず実験のレポート、あ、そうですね、そう、あとはまあ授業内プリント、なんか穴埋め形式で埋めていくみたいなやつ、はい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 、あとはこうなんか図式が書いてあるちっちゃいプリントとかいうの
が渡された記憶が僕もあります、はい、そうなんかそれをノートに綺麗に貼って、はいはい、なんか穴埋めのやつは吹き出しとかで書くと高得点だよみたいなのはちょろっと教わりました、はい、ちなみにこれで直樹ちゃんがよく言うのが、はい、レポート出されたらあの枠内じゃなくて裏まで行けってよく言うんですよ。それは評価につながりますか？正直つながります。ああ。それなぜかっていうと教員も中3であれば絶対フェアにつけなきゃいけないってなるんですよ、はいはい、なんで分かりやすい基準必要なんですよね、はいはい、なんで中身がどうこうももちろん重視するんですけどもやっぱり書いてあるか書いてないかって明らかな差じゃないですか、はいはい、なんでもちろん裏まで書いてあれば明らかに頑張っているよね。評価してもなんか苦情が来たりすることもある。なんでこの子が5でこの子が4なんですか。いや明らかに毎回後ろまで書いてたんですよって説明できますよね、はい、なんで関心欲態度は高いですよって言えるのってやっぱり枠内もちろん技能に入る場合もあります、うん、技能を聞かれる質問のプリントもあるんで、はいはい、なんですけど技能とか表現とかですがやっぱり関心欲態度で見るところは最後まで書くやってほしい、ね、まあ分かってると思うけど、うん、でもやってほしいですよね。そう提出物とかを出すときに、はい、先生が一段階他の生徒より高いの評価をつけるためには、はい、先生につけた理由を言わせてあげる、こうなんか理由付けをしてあげるっていうのが大事。あ、まあそうですね、まあ、いわゆるそういうことですね。だからあの明らかに頑張ってるっていう見えるかっていうか、うん、説明できるようになんかこう努力値を見せる、うん、表現すればいい。そうですね、はい、やっぱり関心欲態度なんで、はい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 、なんかこっちつける側もどうつけようってなる部分はあるんで、はい、平等につけるの結構難しいんで、そういう部分ありますね。そういう僕が話をした時にコメント欄でやっぱりちょっとくるのがなんか長くダラダラ書くよりもまとまってちゃんとキュッと簡潔な文章で返せた方がポイントとしては高いよねってよく言われるんですよ、はい、実際のところどっちの方が評価高いんですか？これは先生によるとしか言いようがなくて、僕も実は濃度派なんですけど、やっぱ効果あることやってほしいって言うと思うんですけど、はい、でも結構チェックするのも疲れるんですよね。はいはいはい、はい、でそうですね、平等にやるために中3で全部の書類を点数化すると結構な仕事量になっちゃうんですよ、はい、で中3って忙しいんで実際には行数を見て急ぎでつけちゃう時もあると思います。あ、ただ一方でこだわりの強い先生、はい、いいかお前ら質だぞって言ってる先生は多分質で見てる。はいはい、そうですね。で何も言わない先生は割と量で見る。ああ、と思います、はい。ちなみに枠内に収めろって言われて裏に書いた場合どうですか？それはやっぱ収めろって言われたら収めた方がいいんじゃないですか。話聞いてるか聞いてないかっていう評価基準ができるので。なるほど。なるほどね。やっぱりそれは先生によって先生の一言一句注意して、その先生に合わせて書いてあげた方がやっぱ評価高い。そうですね。残念ながら。まあ本来的には多分ちゃんと あるものがあるんですけど、はい。ただ例外もちょっとだけありまして、はい、いわゆる若手の先生とベテランの先生が組んでる場合って、はい、若手の先生が大事にしてることとベテランの先生が評価基準で握ってるところが違うんですよ。はいはいはい、こっちが権力上かなっていう方が政治しなきゃいけないんです。評価基準がそれなんで、はいはい、なんでその評価基準でやるのがまあいいかなって。あ、でもそれってでも学年平等に見るために教育界が努力してるところであるんで、うん、まあ批判していただきたくはないな。そうですよね。そうですよね。先生もいろんな仕事がありますからね。そうそうそう。手を上げる回数っていう風なお話なんですけど、はいはい、これって結構な先生メモってるもんなんですか？そうですね、特にメモりがちな先生で言うと、はい、ネームマグネットを毎回貼る先生、黒板に、そう、生徒の名前が貼ってあって、はい、何々さんって言って書く先生も、はい、少数ですがいらっしゃると思うんですけど、はいはい、授業終わった後に何々さん何回って後でチェックしてる。ああ、そうなんだ、はい、もしくは発言をそのままチェックしてる人もいると思いますし、終わった後に何回ってチェックする人も、はい、まあ、いるはいると思います。あ、そうなんです。その時に、はい、分かる人って手を挙げるじゃないですか、はい、その時に1秒ぐらい遅れて手を挙げてなかなか当たらない子っていうじゃないですか、はいはいはい、そういう子たちって評価に反映されてるのかされてないのかっていうのは実際どうなんですか？で気持ちとしては、うわ、あの子挙げてくれたのに当てれなかったって結局教員だって気づくんですよ、はい、なんで次は当てるようにしようって思えると思うので、はいはい、少なくとも印象には残ってますね。あ、でもそれが実際点数につながるかっていうと、あ、それはちょっとの裁量性はあるんで、うん、若干は全くの人よりは
つくとは思います。でもやっぱ発言しないと分かりやすい評価コンボらしいんで。そうですよね。じゃあそこで間違えること自体は問題ないんですか？間違えることは全く問題ないです。発言することに意味がある。もう発言することに本当に意味があります。全然間違えていいと思います。はいはい、はい、で手を挙げることに1ポイントなのか、10回に行ったら1点みたいな、そこが先生によって、まあ、全然それは違いますね。で発言を記録しない人も実際いるはいるんで、傾向的にはやりがちかなぐらいの感じですかね。そうなんですね。バル先生が思う授業態度の高評価がもらえる方法、いくつかありますか、具体的に。そうですね、今もう言っちゃいましたけど、はい、挙手、これも絶対ですね。それから、まあ、あらゆる高評価で言えることだとは思うんですけど、理科って実験器具取りに行ってねって言うじゃないですか。それでスッと行く。あそれ確かに確かに。いやチェックはしないですけど、その実験の取り組みについての評価するときって印象の部分はあるんですよ、はい、でその点数はあんまりウェイトは大きくはないかもしれないですけど、人によって違いますよ、はい、だけどそれは印象はちょっとありますよね。でも確かに塾の授業とかでも何々出してとか、これこれ準備してって言ったときに、パパパッと一番最初に準備してくる子ってまあ印象残りますよね。そうですね。やる気あるんだ。そうですね。そこで逆に友達と喋って毎回行かないみたいな人は点数つけるときはやっぱよぎっちゃいますよね。確かに確かに。どうしてもそうです、ね、他ありますか。他には、まあ、理科であれば実験についての会話をちゃんとしてるかっていうところはやっぱ見ますよね。グループ内での会話も意外と聞いてるってこと。そうですね。特に最近の学習指導要領だと交流するっていうことが非常に大事とされてるんで、理科に限らず体育でもいい意味で話し合えているかっていうことは評価項目に入りがちですよね。ああ、はい、そうなんですね。やっぱその話し合いの中では発言権がある程度持ってる子の方が有利に働きやすいのか、まあ、それとも話し合いの中でもいろいろな立場がいるじゃないですか、はい、引っ張っていくタイプ、はい、その場を盛り上げるタイプ、はい、ちょこちょこ的確な意見を言うタイプとかいろいろいると思うんですけど、どれが一番有利ですか。仕切ってる人が目についちゃいますよね。エネルギー使ってるように見えるんで、ただ別にそこまで差はないと思います。じゃあグループ単位で結構評価がつくっていう意味ですか。個人単位ではありますけど、欲が話し合ってるなって人は印象的には上げちゃいがちですよね。理想を言うと細かく見たいですけどね。はいはいはい、うん、ただそれも年齢によるんで、ベテランの先生でこれだっていう人もいるんで、はい、傾向でしかないです。はいはいはい、はい、結構授業対談とか結構曖昧な部分が大きい。なんで明確な基準っていうところで、挙手は明確なんで、明確なところを取りたがりますよね。我々も平等につけたいので。はい。ってことは挙手が一番ポイントが高いし、取りやすいし、先生もつけやすいっていうこと。そうですね。もうメモってる人だったら、絶対それはでかいと思います。提出物の評価方法について、ちょっとこれ具体的に教えてもらえたらな。提出物の評価方法は、まず、出すか出さないか。これについては、点と地の差があります。遅れてる遅れてるも結構マイナス評価つきがちですね。あ、なんでやっぱ完璧にして遅れて出そうって人はいると思うんですけど、やっぱり期限内に出すことは大事にした方がいいんじゃないかな。これも傾向の話です、はい、絶対的じゃないですからね、はいはい、でも出した方がいいんじゃないかなと思いますね。でそこの上でここの評価があるんですけど、はいはい、でその評上の評価についてはやっぱり提出物問題集であれば2回やっている、はい、3回やっている、これが明確な方法ですね、はいはい、あとよくありがちなのは途中式を別の紙にやってるかもしれないけど、これを挟んでくれないとこっちは努力を評価できないんで、あ、解いてる過程がある紙があったら字が汚くてもいいんで挟んだ方がいいかな、はい、あ、それは意外とみんな挟まないですね。そうですね。でも僕言ってますよ。だからその2回目解く3回目解くって時はその形跡は絶対残す。そうです。しかも1回目ってやつは絶対大きく書いた方がいいです。あ、これ2回目やったんだ。3回目ほど3回目って大きく書いた方がいい。あ、はい、めっちゃいい情報聞けた。努力見せた方がやっぱりいいですよね。提出物の中で一番点数が高い順でいくと、出す出さない、まず出す、その次に中身の質っていう順番ですか。あ、そうですね。まず出す出さないね決まってて、出した人の中で点数が加点されていくイメージなんですけど、ってことはもう出さなかった時点でもう5段階評価で言ったら1とか2ってことですよね。そうですね。あるいは主体的な態度ないよねって言って、もう減点とまではいかないですけど、はいはい、その主体的な態度に反映されてしまうことすらあるレベルだと思います。あー、なるほど。結構痛いと思います。それはじゃあ仮に途中までしか終わってなくても出して大丈夫なんですか。
できるだけさ、サボろうとしてないよ。とりあえずいいから出しとけってよく親も言うじゃないですか。途中までしか終わってないけどいいのかなっていうのがあると思うんですよ。それはどう？いや、どうかな。でも出さなければ絶対出した方がいいですからね。それで言うと、遅れて出して、ある程度こう全部終わってる人と、途中までしか終わってないけど期限内提出の人、これどっちの方が評価高いですか？本当に基準によりますけど、その感覚だと、出した人のがギリかなっていうところですかね。要はどうしてもなんか他の子たちとも、提出物って一斉提出なんで、はい、他の子たちもいるじゃないですか。そうするとこう他の子たちは全部やっててちゃんと提出してる。に比べたら、やっぱり劣りますね。もちろんそうですね。それは劣りますね。ちなみにこれ、納期提出にちょっとついていきたいんですけど、はい、これの中身についてなんですけど、これどこまで見てんのっていうのを聞きたいんです。そうですね。全ページ一応目は通す人が多いかな。あ、今濁しましたよ。だから半年間とかですよね、1回に見るページ数、はいはいはい、それ例えばじゃ100人見ますなんて結構なページ数ですね。そうですね。なんで本当にこれも一概に言えないんで、はっきりとは明言できないですけど、僕は結構パラパラっと見てましたね、はいはい、でもやっぱり字が綺麗とかぎっしり書いてあるっていうのは本質的ではないんで、なるべくそうしないようにはしますけど、どうしても重視されちゃいますよね。そうですよね。ノートの点数をつけるときに重視する項目ちょっと教えてもらって、これについては人によると思いますね。僕の場合だったら感想欄って振り返りページみたいなのあったんで、はいはい、まあ、ノート取ってるのは最低限かなと思ってて、うん、ノート最低限取ってそれで、まあ、だから平均的な評価はつきますよね。板書、はい、を全部書いてるは平均的な評価になるかなっていうところ でそれかけてなかったら基本的にはそれより2とか1とか下がりがち、うん、でプラスアルファっていうところでいくと、授業で言われてないことをメモっているとか、感想がなんかぎっしり書いているとかいうところは、まあポイント高いですよね。だから加点されていくっていうイメージだと思います、はいはいはい、ちょっとこれ一個お聞きしたいことがあって、はい、僕がいつもノート作りをするときにこれやっとけっていう鉄則が実は3つあって、はいはい、ちょっとこれちょっと今からお話しするんで、はい、そのノートはどうなのかっていう評価をつけていただきたいんですけど、はいはいはい、1点目がまず板書の内容は絶対で、まあ、プラスそのノートを3対1にページをこう分けて、はい、こう3の方にノートの板書を書くで、1の方には自分が思った感想だったりとか、学校の先生が言ったことを書けっていうのがまず1個目、はい、で2個目っていうのが色使いはできるだけ豊富にしろって言ってるんですよ。で3点目が最後の1ページには絶対に各単元ごとの振り返りを全部1ページ書いて、こう自習ノートみたいなの最後の1ページ作れって言ってるんですよ。この3つさえやれば評価はマックスくるからって言ってるんですけど、これ合ってます？合ってます。それやってたらまあマックス評価になっちゃいますよね。ちなみに B と A の分かれ目ってどこになるんですか？やっぱりプラスアルファやってあるかないかは大きいと思いますね、まあ、ただそれも学校の段階にもよりますよね。ちなみにその色使い多くするっていうのはどうなんですか、実質提出物を見ていく中で。2色3色にまとめた方がいいっていう意見もあるじゃないですか、はい、逆にこう4、5色ぐらい使ってある程度しっかりこう色分けしてカラフルに仕上げてるっていう子もいるじゃないですか、はい、正直どっちのノートの方が高評価としてはつきやすいですか？そうですね、明確な基準を持ってやってることも多いんで違いには言えないですけど、僕は多分色で評価は変わってなかったと思うんですけど、あんまり。でもどう考えても頑張ってる感は出やすいじゃないですか、はい、教員だって人間なんで、はい、その忙しければパラパラってなるんで、はい、それはつきがちですよね。ああ、豊富な方が。そうですよね。ああ、そうなんです。そう、だから色が豊富な方がいいっていうのは、まあ言いにくいですけども、そうかもな。めっちゃ参考になりますね。そうだろうな。ノートの評価とか、先生のこう、様子を伺いながら、アピールできるところはアピールしていくみたいなところで、はいはいはい、結構なんか定量的っていうよりも、はい、定性的な評価が結構多いなっていうふうに、はいはいはい、やっぱり僕はこう現場をちょっとやってて感じるんですね、はい、それを定量的とか確かな評価基準とかっていうのはあるんですか、はい、そうですね、それを評価がつく前に決めますね、はい、ノートの時だったら感想がしっかり書けているかみたいなことを、要は学年の先生で統一しないといけないんで、複数いる場合はですよ、なんとなくですけどこういう評価基準でつけていきましょうか、提出物に関してはっていうプリントを1枚作ることが多いですね。ああ、
あなるほど、これなら5点、これなら4点みたいなことを、確かに確かに、なんとなく作る。ただそれが個人によって違うんで、あ、結果的にベテランの先生の基準になるんですよ、はいはいはい、でも多分それが正しいことに近いだろうから若手は従うんですけど、うん、まあそういう傾向はまあありますね。そうなんですね。じゃあ一応そのノートを作るときにノートの作り方がわからなかったら、例えば感想を書いてるか否かで何ポイント、先生のコメントを書いてるか否かで何ポイントっていう明確な基準が一応ある。なんとなくありますね。逆に聞いたら教えてくれるんですか？あ、それ教えてくれる先生いると思いますよ。だから、まあ、ざっくりとこう何ポイントだよとは言わないと思います。点数は言わないけど、あ、こういうこと大事にしてるよっていうことがいわゆる評価基準になりがちですね。あ、でもこれもやっぱり丁寧にやられる学年の先生はこうだし、はいはいはい、まあ、結局テストでしょって言った人もいるかもしれない。でそれは個別に見切るっていうところですね。その毎年毎年の学年とか学校とか人によって結構変わる部分がある、まあ、そうです、ね、毎年毎年変わる可能性が十分ある。そうですね、僕だったら結構3年何回もやるんで違うメンバーでやることも多いんですけど、うん、はい、その度に評価基準は若干違うんで。ああ、そうなんですか。若干違いますね。大きくずれることはない。大きくずれることはないですね。いわゆるもうラオ先生がおっしゃっていただいたあの参考部分をやってれば、おおよそどれにも対応できる。そこまでやってればどの教科基準で決まろうとも、はい、おおよそ網羅できる。あ、いや、もしくはもうほぼ絶対いけると思います。正直。そうなんですね。大変ですからね。はい、ですから、まあ、そこまでやっちゃえば主体的な部分はまあまあ出るんじゃないかなっていうノートで言えばっていうところですね。ちなみにその勤めて行かれた中でここの評価入るのって部分って今までありましたか？他の先生たちの評価でそれみたいな、そう、僕ここ今まで入れたかったけどそこ入るんだみたいなのってあったりしました？変わり種みたいな。そう、変わり種ですか。で理科は基本的には今まで言ったことだと思います。あ、美術の先生である方から聞いたのは、あの作品を並べてって、でその作品の点数を美術のどの項目に当てはまるか分かんないですけど、それで決めるみたいな、まあ、決め方の話になっちゃってますけど、あ、はいはい、それこそだから技能テストですよね。理科で言ったら技能テスト入れるんだこの学年はっていう、はい、実際にあのガスバーナーの付け方をテストでやったりする場合もあれば、実際に実験をするっていうテストがある。そうです、それが技能テスト、はい、あ、入れられる場合もあります。僕らなかったっすよ。体育で飛び箱で何が飛べるかみたいな話です。あ、そういうことですね。理科でもそういう技能テストがあったらそれは入れるもの。僕自分もやったことありますし、例えば並列回路を作れみたいな感じでその技能テストやってそれで評価するみたいな、はい、作れるか否か。そうですね、その作れた時に間違ってないか否かみたいなところで、いわゆる技能点を学習指導要領に基づいてちゃんとやろうとする、すればする人ほど、はい、多分技能をちゃんと本質的に入れようとする。はいはい、でもそう、僕の学習塾の生徒さんでこの前ありました、はい、相談で電磁石のコイルを作るっていうテストがあって、導線をぐるぐるしてそれを回すみたいな実験で、はいはい、30秒以上回せたら3みたいな、はいはいはい、1分以上回せたら4みたいな、はい、3分回したら5みたいなテストがあって、はい、どうすればいいですか先生って聞きました。難しいですなんか、これわかんない、俺もやったことない先生、一緒に調べたことあります。うん、そういう感じのテストがある。そうです、それが入る場合はもう間違いなく入っているだろうとい、ようですね。はい、そうなんですね。ありがとうございます次の質問なんですけど、はい、内申点が微妙なラインですよ。これは個別のじゃなくて、ね、はいはい、3なのか4なのかみたいな時に1段階高い内申点をもらう方法ってありますか？こういう子はつけちゃう特徴まで、あれ、これも2から3なのか3から4なのか4から5なのかで、まあ、全然違うと思います。ちょっとそれぞれ教えてもらっていい？なんとなくで2から3、3から4っていうのはやられてないことがバラバラな場合があるんですよね。教習だけは頑張ってるけどテストがないとか、なんでこういう風にバラバラとなってる、でそれで点数が加算されてるんで、まあ、2から3、3から4で言ったら、まあ、努力の部分ですよね。今ラオス先生がおっしゃっていただいたノートきちんとやる、手を挙げるとかいうところをきちんとやれば基本的には上がりがちかなって思います。で4から5は中3に関してはほぼ全員頑張っちゃうんで、結局その平常点の部分はわりかしマックスになりがちですよね。あ、みんなみんななんでテストの点数でつきがちになっちゃうっていうところは、まあ、リアルなところ、そこで提出物がめっちゃ適当だと、あ、落としたくないですよね。はいはい、みんな可愛いんで正直言って、はいはい、なんて言わないんだって思いながら、でも落ちちゃいますよね。あ、でそれで言うと、うわ、ちょっとテスト失敗しちゃったって人もいますよね、きっと、はい、そういう子で行くとやっぱり差がつくのはノートっていうテストの時に出す
ってものじゃないところで評価されてる項目があるんだったら、はい、でそれはやり込み度合いによって点数つけちゃうので、はい、そこは差がつくかもしれないですね。あ、うん、例えば理科だったら技能っていうのをテストじゃ測りにくいんですよね。はい、で技能を全員見れるかって言ったら40人見たら正しく見れないこともある。ただ技能テストとかやる場合もあれば技能を聞くプリントを作る場合もあるんですよ、はいはい、これって明らかに技能のために測られたプリントなんですよね。はいはい、その3つの評価項目のうちの1個知識、はい、思考判断技能の部分ですよね。技能っていうところで測られるために明確に証拠が欲しいから配ってるプリントの一つではあるんで、はいはい、そこはやっぱりきちんとやる。あ、これはなんか意図があって出されてんじゃね。あ、救済の一手かもしれない。そういうことですね。そこは後半になって出てきたんだとしたら、あ、この評価項目ちょっと判断基準がないかもって言って出されてるものかもしれないんで、それはやっぱしっかりやった損はないかな。まあでも真面目な先生寄りの話になっちゃってるかもしれないです。はい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 、もうちょっとアバウトにつけてる人もいる、はいはい、世の中にいるかもしれないですけどね。まあテストだとポーンってもう点数出されちゃうから、もう変動がないって話ですよね。そうですね。だからプラスアルファで努力値がどこまで上げられるのかによって、要は4か5の差は微々たる差で評価が決まるって話ですよね。はい、そうですね。全生徒が気になってる、うんうん、では普段2しか話さないことを5話すことだったら内心変わるのか。そうですね。だからこれが変わるな。変わらないように努力してる。はいはいはい、あ、逆に、うん、ただ逆に言うと5教科は変えづらいですよね。テストっていう明確な基準があって出されてるものがあって、でおおよそ枠組みも決まってる、はい、で技術科目で体育とかはやっぱり評価するのがより難しいですよね。テストだけでは見れないことが学習指導要領でこれを評価してくれって言われてる。我々教員は国に言われたものに対してそれをいかにこう生徒に落としていくかっていうことが仕事になってくるんで、やっぱり技術科目は特にもしかしたら反するかもしれないですが、我々は平等に言おうとしています。はいはい、ということだけお伝えさせていただきたいですね。まあでも印象のプラスマイナスってのはありますからね。ありますからね。だからそこでやっぱ変動しちゃうって話ですよね。はい、普段授業終わるとかに質問しに行ってるっていうのはやっぱり評価にこう繋がります。まあ繋がる可能性はあるとぐらいですかね。ちなみにこれでちょこちょこ聞くのが、授業終わりに質問をしに行くと面倒くさがる先生がいるって聞くんですけど、はい、これ実際どうなんですか。職員室の中のお話とかで、はい、そういう話とかって出るんですか。それも忙しいかどうかなんですよね。今日進路の指導委員会みたいな大事な書類の報告会がある。でそれで結構多忙なんで13の担任だと。で忙しいんで、ああやりたいなって思ってる時に来ると、はいはい、いやー頑張ってるなって思いつつ人間なんで、はい、いや今じゃない、はい、じゃあ行くていいよって思っちゃう時ありますよね。あ、そうなんです。今これでくれ、はいはいはい、あなたの気持ちを受け取った、今やめてっていう時あります、ね。あ、はい、で嫌悪感はまあ何て言うんですか、明らかにアピールが出過ぎてて分かってるように聞いてきてるやろだと、うん、まあ、人によっては印象悪いかもしれないですね。逆効果に働く、断ると。じゃあまあ本当に質問ハテナが浮かんできた時にはちゃんと言って、ただでも様子を見ながらっていうふうな感じが一番いいってことですね。はい、意外と知られてない先生が内申点を上げたくなる生徒の特徴、また行動があれば、はいはい、先生つけるときにうわー これかーって思っちゃうときは人間なんでなくはないですよ、うん、でもその上げたいなって思える人間がどういうことかってことですよね、要は。そうです、そうです。あとみんながこうこれ意外と盲点だよねみたいな。あ、いや僕の感覚で言うと思いやりのある子、あ、これは上げたくなる傾向にあると思います。でなぜかっていうことでもないですけど、塾だと学力上げるっていうことがやっぱり大事なことの一つですけど、はい、学校教員の仕事として家庭環境に何があるとか病気があったりとか、やっぱり人間関係が苦手だっていう、ね、苦手なものがある子たちも安心できる環境を作る責任があるかなっていうふうに思ってる先生が多いですし、うん、それは上からの圧でもっといい過ごしやすい環境を作れって言われることすらあるレベルなので、そういう時に班でちょっと外れてる子に対して助けてくれるとか、ちょっとした思いやりがあると、はい、なんかいい子っていうのもあるけど、はい、助かるって思います。俺の仕事ありがとう。わかりますか。助かるわ。なんか修学旅行とかの半決めとか、はい、ギクシャクしてるなって時に、はい、思いやりのある子があるとありがとうって思いがちなんで、はいはい、そういう子はやっぱどうしても印象上がりがちですよね。あ、
それがまあ薄々内心に響いてきたりもするかもしれない。でその子がこうプリントとか何かで頑張ってたら、あ、この子が頑張ってる、思い出しやすいみたいなイメージもあります。そうですね、そこは印象付きやすいですよね。だから努力してても目につきやすいですね、何もしてない子に比べて。そうですね、努力が評価されやすくなる、はい、ポチね、そうですね、なりがちだと思います。あ、日頃の行いは大事ってことですね。そうですね、そういうことですよね。全部頑張るって言っちゃってるようで逆にこれは別に全然入ってないよっていうのあります。みんな結構頑張ってるけどそれ全く意味ないからねみたいな。まあ、例えば学習塾とかだとノート取ってるか否かってどっちでもいいんですよ。テスト1本なんでそこの努力値は欠けないよっていうところは学習塾にもやっぱあるんですよ、はい、そういうのとか学校にもあるのかなっていう。やっぱ一概に言えないのは先生によるんで、うん、やっぱコスパよく行きたいっていうのがもしニーズだとしたら、多分ラオ先生のチャンネル見てくださった方って多分賢い人が多いですよね。勉強頑張りたいっていう人結構多いです、ね、だってわざわざ自分からこういうちゃんとしたチャンネルに見に来てくれるって多分もう優秀だと思うんですよ、うん、で地頭もいい子が多いと思うんですよ。でコスパを見極めたいとするならばやっぱ個別に見極めることが大事だと思います。あ、先生ごとに、はい、面倒くさがある先生だったら、はい、いやおそらくこの先生細かく見ねえだろうな、だったら側をきれいにして。で逆に優しい女性の先生で、はい、努力を見てあげたいんだっていう先生だとしたら、はいはい、細かく見てるかもしれないですね。 あとやっぱ国語とかは感想文とか文章系もやっぱ評価項目に入るんで、うん、教科で言うとざっくりですよ、はい、理科数学はテストで見がち、はい、あで社会国語もざっくりですよ、はいはい、全然当てにしないで、でも、はい、やっぱりそういうところは日々の頑張りっていうことが、はい、英語で言ったら日々の頑張りが積み重ねて能力になる教科なんで、うん、日々の頑張りが反映されやすいかな、はいはい、理科数学は合理主義者が多いんで、はい、そうですよね、そうですよね、はい、そんなだっていっぱい書いてあってさ点取れねえじゃんって思ってる先生はもう理系には多いかもしれないですね。あ、まあ、そうですね、まあ、まあ効率的にねしっかりとそれこそ個々の先生で見極めるっていうのは確かにって思いました。これは本当に先生ごとによって違うっていうのは、各学校の同じ教科だったとしても各学校ごとの先生によってあこんなに評価に差が出るんだっていうのがやっぱこう複数の学校が来るのでやっぱ塾は、はい、それを見ててやっぱすごく思うので、はい、個々の先生ごとに合わせた方がコスパはいいだろうなっていうのは常々思います。そうですね。というわけで今回の動画はかなり貴重なんじゃないのかなと思います。はい、でも内申点の裏側についていろいろお話ししてくださりありがとうございました。それからですね、ヤンバルゼミさんの方の動画でも僕理科単語ウルフというアプリがあってそちらの方でコラボもさせていただいているので、もし興味があったらね概要欄の方から見ていただけると嬉しいなと思います。というわけで今回の動画はこれで終わりにしたいと思います。それではバイ。